はい、みなさんこんにちは。伊沢世界一簡単 NC プログラム、パート12を始めさせていただきたいと思います。それでですね、始めるにあたってですね、ごめんなさいね、前回動画、その前の動画もそうかな、なんかプツンと切れちゃってたんですね。これなんか28分46秒過ぎるとですね、切れてしまうみたいです。ごめんなさいね、なかなかこの YouTube 疎いので、お許しください。それでですね、今日はボーリング加工について解説をしていきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、前回ちょっとこれ、前回のおさらいなんですけども、私、50倍に対して100分の5、プラマ100分の5の CP という値、評価ですね、標準偏差という。で、肯定能力と言います。で、これを30ピースデータ取りますよって言って、99.9366% というのなんですけども、これは何かと、1000個加工したときに、約3個、不良が出る率だと、ちょっと調べました。改めてちょっとそこをね、お知らせしておきます。で、これどういうことかっていうと、この分布がありますね。で、中心50丸の100分の5に対して、このね、何ですかね、プラス、ね、0.025、100分の5ですからね。あとマイナス0.025。で、データとして、集めたデータがこの中心近くにあれば、この 1.33 っていうのは、限りなく近くなるんですね。で、もっと言ってしまえば、前回僕言ったと思うんですけども、CP 値に対して、CP 値が以下とか以上っていう言葉を使ったと思うんですね。で、以下というのは、この CP 値の値が高くなることです。つまり真ん中に集まってる率が大きいということですね。以下っていうとね、なんかこう、逆の意味に捉えがちですけど、以下というのは 1.33 の数値が 2. いくつとか 3. いくつとか上がっていくことを指しています。で、以上というのは、要は離れていくことですね。そういったふうに理解していただければ幸いかなと思います。ですので、ね、以上となると、CP 値がね、1.33 以上って言うと、実際には低い値になるわけですよ。0. いくつとかね。そうなると、不良率が高いよ、という形になってまいりますので、そこだけちょっとご理解いただきたいなと思います。で、あと CPK、片側交差の話ですけども、これちょっと中途半端でしたね、説明がね。例えば、0から、そうですね。0.1 でもいいですかね。仮にね。プラス 0.1 ね。あとは、こちらが0で、マイナス 0.1 から、こういった片側の交差のことをね、CPK と言います。CP、あ、これ書いてあります。片側交差。CPK と言いますね。まあ、それで、評価をしていくわけなんです。こういうことをちょっと最初に説明しておきたいなと思いました。で、あともう一つ説明しておきたいことがあります。前回AP ですね。AP ということに対して、チップの当たっている場所はここですよ。ね。ただ全面当たってますよって。全面というかね、当たってる切り込み量の深さの一分だけ当たってますよって話しました。でも、ここでちょっと説明不足だったなと思うのは、あくまでもですね、プログラムっていうのは、便宜上という言葉を使っちゃったんですけども、プログラムを組むときっていうのは、チップの、単面側の当たる位置、あとは、チップの外形であれば、ここですね。そこの位置。そこの位置。ね、こういったところで、プログラムというのは実際には組んでいきます。あと、切り込み量というのはそれに付随して、
いくつ切り込むかということ形になります。これだけちょっとご理解していただければなと思います。ちょっと紛らわしい説明しちゃったかなと思ってね、反省してます。で、今日はボウリング加工ですね。で、もともと下穴が開いているボウリングのね、あの加工について説明していきたいかなと思います。で、あのここでは、まあ、こう座標原点ね、ここにワーク座標があります。深さが15で、π12、まあ、交差をね入れてませんね、π12 で仕上げてくださいと言った時に π10 のドリルを入れる手もあります。で、あとは π10 のに対してのチップでね、前回映像であったようにチップで加工する場合もあります。まあ、π12 ですからね、ドリルで π10 ドリルを使えばいいかなと思いますね。そうしますとですね、この形状少し変わりますね。こうなってまいりますね。ここの弧の形状ね、ここの形状がこうなりますよね。ちょっと極端かな、こうね。で、ドリルにはね、ここに角度がありますね。角度がいろいろ様々あります。134度とかね、ありますので、こういう単なんですかね、この字を指定された場合ですね、こういうドリルは使えませんね。この辺だけご理解いただければなと思います。で、ただ単に深さは指定されていて、ここのドリルのね、先端の形状、ここの三角形の形状が何らかこう指定されている場合はドリルでも結構です。ね。これだけご理解いただければなと思います。では、ちょっとここのところね、説明していきたいと思いますけれども、まず映像をご覧いただいてですね、こういうものかなというのをね、見ていただければなと思います。これ分かりやすくしたものですね。ドライ加工でやってますね。これ中のボーリング加工しているところです。ね。もう一度ね、見ていただいて。ね、切り込む出方はどうですかね。これはドリルの穴開けをですね、ちょっとスロー画像にしたものですね。まあ、ちょっと縦側から撮ってますけどね。これはとてもいい加工ですね。ドライですけども、ね、ドリルの、その、ドリルで穴開けたところのチップ。チップというのは、切り子ですね。切り子が非常によく砕けてくれてます。このドリルの穴開けの加工もですね、今後ちょっとね、学んでいきたいと思いますね。ね、これで砕けてくれると長いドリル出ませんね。ドリルには非常に多くの知識がありますね。必要となりますね。ドリルの穴開けですね。中にはですね、こう先端にちょっとちっちゃなドリルがくっついてるね。先端もみのあるドリルを使っている工程もあります。どうですかね。こんな感じですね。水かけてないですね。よろしいですかね。ドリルの穴開け。水をね、かけないで、ちょっと映像をね、そうしてましたけども、大抵の方は、このドリルの穴開けをするときに、まず下穴を開けるときには、水を、ね、水っていうのは、接着水をかけてるかと思います。まあ、かけてもいいですけどね、なるべくドライでできるんであれば、ドライ加工の方がいいです。で、中のボーリングもですね、ドライ加工で行った方がいいかなと思います。
まあ、こんな感じでですね、ボーリングバーというものを使いますね。これ、ボーリングバーと言います。ボーリングバー。ね、ボーリングバーでこう、はい、ね、回転を与えて入っていきますと、非常に加工はしやすいんですけども、先ほどの、あの映像ではね、下向きだったりもしますけどね。なぜかというと、上向きでやると、キリコンはどうしてもね、これ溜まりやすいということもあって、下向きでいっていると。あと、切りくずですね。切りくずが、加工するに従って、中に詰まっていくのではなくて、後ろ側に配置されていくチップもあります。そういう特性を持ったチップもありますのでね。この、そういうチップを選んでいただければ、またいいのかなと思いますね。で、あとはですね、これ重要なことなんですけども、ボーリングバーのこのパイ。これ12パイですから、仕上げの時、まあ、粗挽きでね、最初に10パイのドリルをもし入れたとして、ボーリングバーで、このね、12パイを仕上げるとしましょう。その場合っていうのは、このボーリングバーのパイ、とあとここが影響してくるんですね。ここ重要になってきますね。このお尻とここチップの先端ね、これが12パイ以下でないといけないですね。まあ、12パイぴったんこだとお尻ぶつかっちゃいますね。なので12パイ以下で、なるべくなら12パイに近いところを選んでいただけたらいいかなと思います。で、先ほど気にして、話ししようとしたこのボーリングバーのね、このパイ。このパイというのは、この突き出し量に対して5倍なんですよ。5倍なんですよって言い方おかしいですね。5倍の、なるべくならですよ。5倍のところを選んでください。つまり、突き出し量に対して、この L に対してですね、この L に対して5倍です。ということは5分の1の π ですね。でないとですね、加工中に、このボーリングバーとたわむことがあります。特にボーリングバーの場合っていうのは、たわみますので、たわみというね、こちら側にこう、力がね、どうしても、こう、加わっちゃうんですね。このたわみっていうのは非常に、どうしよう、たわみで、たわみ量。これは、基本はですよ、基本は、このパイの5倍の長さで使ってくださいということになってます。ここだけ知っておいていただければいいかなと思います。なので、5倍以下であれば、まあ、安全に加工はできるかなと思います。で、無理くりですね、送りを上げて加工をさせてしまうと、まあ、このたわむり大きくなりますので、まあ、仕上げで使っていただいてですね、ボーリングバーは、なるべく仕上げで使っていただいて、加工していただければなと思います。で、この断面のところはですね、もし、どうしても加工が必要だよということであれば、ボーリングマンもっとちっちゃいやつを使ってですね、ここが走れる。で、ね、これで言うと6倍以下になりますね。5倍はないですもんね。ですから、この断面の底の部分の形状、これを、ここの部分ですね。ここ。これをよく図面見ていただいてですね、ボーリングマンを、の、もしくは工具のね、選定をしていただければ良いかなと思います。まあ、この場合ですとね、プログラムで行くと、まあ、G0 で、G00 で、X0、Z が、まあ、仮に 2.0 とね、で、1決めをしますね。そうしましたら、G01 で、今度は Z が向こうへ行くわけですけどね。
15の深さ必要ですよ。もしドリルであってもね、ドリルのこの肩、ここを肩と言うんですけどね、肩。ね、肩が必ず15まで行くまで、ね、突っ込んでいってあげてください。そうしますと、深さが Z、もしここを0とした場合ですね。Z マイナス15。で、この時にプリセットでですね、ドリルのその、こういう先端、ね、とんがってるやつとか、あとは、こう、もっと、ね、この角度が違うやつとか、いろいろありますけども、135度が一般的かな ?134 度、134度。ね、この時に、ここの肩から、この距離、これを差し引いて、ここからこっちの距離ですね。この深さがこれになりますね。ね。ここを押さえていただいて、まあ、Z マイナス15点と、ね。入れていただいて、F は、まあ、その時々によりますけども、まあ、0点、まあ、2としておきましょうか。ね。で、ドリルが入りました。で、今度、ボウリングですね。で、ドリルの場合はもう、パイ決まってますんで、ここは10パイとしますね、これね。パイ10としましょう。あと、2ミリ取りしろ。そういうことは、片側の AP でいくと1ミリになりますね。2ミリ取りしろってことは、片側1ミリになりますね。で、1ミリですと、十分加工は可能かと思いますので、ボウリングバーで、G01、一回抜いてですよ。これ、一回ドリルが終わって抜いて、で、ツールチェンジをして、の話ですね。これが、まあ、上にじゃあ、ツールがあったとしましょうね。こう、テケ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 、ツール1でドリル、ね。で、次に、まあ、ここで切り替えて、切り替えてというのは15までいったら G00 で必ず抜いてくださいね、ここのところからね。これドリルだとしてですよ。パイ10のドリルだとして Z はプラスの2点。ね。で、必ず抜いてください。ね。それから、G の、まあ、28。で、U の0点、W の0点、ね。で、あとは、ここで M01 ですね。で、今度、シーケンスが変わって N2 になって、で、N2 は何だよーっていうのを書いていただいてですね。で、例えばツール2でボウリングやります。こういった形で、プログラムを組んでいきますね。と G00 で、チップの先端がここのところに来るように、プログラムを組んでいきます。ね。これちょっと下手でごめんなさいね。こんな感じですかね。で、これをずっと走っていくんですね。で、この深さ分、なるべくの、この、突き出し量というのね、この突き出し量って非常に重要になってきます。この突き出し量も、今必要な15であれば、例えば 15.5 とか、16とかね、なるべく突き出し量なくしてください。ね、その方が安定しますのでね、で、G00、で、X が0点、ね、Z が、もう穴開いてますからね。でも、そうは言っても2点ですね。ちょっと離れた位置。そこから G の01で、Z-15 点、F、仕上げですから 0.1 でもいいでしょうね。こんな風に組んでいただければ。
いいかなと思います。そして次に G00 でボーリングが行ったら少し逃がしますね。逃がすときに、ちょっとここは無視してですね、逃がすときにこう斜めに逃がしてください。ですので U の1点、ごめんなさい、 U のマイナス1点、 W の U ってのは X ですよね。 W のマイナス1点ですね。で W はプラスですね、1点。そうすると斜めにこう逃げますね。ね。で逃がしてあげてから最後に G、 ちょっと書きづらいですね、 G0 でこうタバ口ですね、この座標原点よりも手前 Z2 点、そこから原点に戻っていただければ安全かと思いますね。こんな形でどうでしょうかね。でここで重要なことをちょっと一言加えます。このボーリングオーバーに関しましても、外形のチップに関しましてもそうなんですけども、こうチップね、こうやってあります。例えば外形であればこうありますね、チップはね、ごめんなさいね、 G A ヘッドでね、でこんな風にこうあるじゃないですか。このこの突き出し量ね、この突き出し量は極力少ない方がいいです。ここオーバーハングと言います。これをこうね、オーバーハング、オーバーハング量はなるべく少ない方がいいですね。それだけ暴れないですからね、固定が近いですから。でもちろんこれも最低限に、まあ必要最低限の量で抑えていただいて、であとはチップの特性ね、ブレーカーだとか、前回パート11でも話しましたけども、ブレーカーのことをね、考えながら内径も削ってあげてください。でこのオーバーハング量というのは非常にこの距離とかね、この距離というのは重要になってきます。精度には非常に重要になってきますし、チップの持ちにも影響してきますので、ここだけはちょっと押さえておいてくださいね。それでですね、オーバーハング量なんですけども、まあボーリングバーに対してはですね、どうしてもこの長さが必要ですので、必要最小限なんですけど、外径のチップに関しましてはバイトをですね、僕の場合ですよ、ここをつけてるぐらいです。つまり、ここですね。完全にここにつくぐらい。本体のユニットですね。ギリギリまで持っていってました。で、重接触でどうしてもっていう場合は、後ろに鉗座まで入れてました。そうすると非常に安定した加工できますんでね、なるべくこう縮めてくださいね。よろしいでしょうか。内径ボーリングそんなね、悩むことではないんですけれども、ここの形状、ここの形状ですか。ね、ここの形状は非常に重要になってきます。単面まっすぐ加工してくださいねっていう場合でしたら、この π よりも以下のね、この距離で、ここからこの距離で加工しないと抜けられませんからね。お尻ついちゃいますからね。で、必ずこれはボーリングバーを使ってくださいね。ボーリングバー。外径のね、バイトをここにつけて内径加工しようとすると、お尻ついちゃいますんでね。で、お尻を一生懸命削っちゃうと弱くなっちゃいますんで、ボーリングバーっていうものを使ってくださいね。で、ここの形状に対しましては、先ほど話しましたけども、こういう風になってるよ、ということであれば、
ここを逃がしてですね、必要ならここまでの距離です。ね。ここまでの距離が必要。内径のね。であれば、ここを逃がしはそんなに気にしなくても大丈夫かと思います。まあ、そこは図面と相談しながらですね、進めていく、いただければなと思いますね。ここ重要ですよ。オーバーハング。これ非常に重要ですからね。こっちもそうですけど、小長さもそうですけどね。ここ非常にこれ重要なことですので、これ、押さえといてくださいね。皆さん、突き出しものすごい出してる方いらっしゃいますね。で、なるべくこれ縮めてください。で、どうしてもですよ。例えばですね。例えば、相手の爪があるよと。爪が。で、ワークがちょっとしかなくて、ね。ワークが少ししかなくて、この爪にね、ぶつかってしまうと。いう、この距離が少ししかなくてですよ。場合は、当然、さっきのオーバーハング量っていうのは、ここまで加工したい場合は、ここからこの距離っていうのは離さなければいけませんよ。オーバーハングはね。ただし、そうでない場合に関しましては、なるべくこういったね、そうでない場合に関しましては、なるべくオーバーハングは縮めてくださいね。で、これはプログラムをね、わかりましたかね。さっきのでちょっと書きましたけれども、そんな形になりますね。で、チップの推奨条件に従って、切削速度 V、これね、以前にもお話ししましたけど、線分の π dn。ね、こうやって計算していただいて、この切削速度、ブレーカーセンズ、ブレーカー、例えば F、まあ、AP なのかな ?AP なのか ?V なのかわかりません。今ね。その、こんなね、こんな範囲の中ね。範囲の中に、ある、チップのね、ブレーカーの処理。ね。この中に入れるようにしてくださいね。でなるべくならば、この辺。狙いはこの辺です。真ん中っていうのもいいんですけど、こういう欠けがある場合はね、これが四角の場合はね、真ん中でいいですよ。四角の場合だったら、ど真ん中狙ってもいいです。ね。で、あんまり、こっちの方を狙うとね、ビビってしまったり、チップがかっ